皆さん、こんにちは。最近、世間を大きくざわつかせている水原一平被告、ご存知の方は多いでしょう。そこでまた新たに発覚したことがあります。何でもお金のために妻の存在を隠していたのだとか。また水原容疑者が大谷翔平選手から盗んだ大金は意外な人に送られていたという新たな登場人物が発覚しました。それに加えて、まだ正確な被害額は確定していないのだとか。またこの事件がドラマ化される話なんかも上がっています。そこで今回はこれらの新たな情報についてご紹介していきます。ぜひ最後まで動画をご視聴ください。米連邦検察は5月8日大谷翔平選手の元通訳水原一平被告が銀行詐欺と虚偽の納税申告の罪状を認め、司法取引が成立したと発表しました。違法賭博のために大谷選手の口座から約1700万ドルを不正送金したことに加え、司法取引の合意書の中ではさらなる悪行も明らかになりました。文書によると、水原被告は歯の治療のために6万ドルが必要だと大谷選手に伝え、大谷選手は小切手を渡したといいます。しかし水原被告はそのお金を現金化して自身の口座に入金したんです。そして代わりに大谷選手のカードを使って6万ドルの歯科代を支払っていたといいます。さらに2022年度の納税申告で課税所得を虚偽報告していたことも明らかになったんです。水原被告は実際には結婚しているにもかかわらず独身であると申告。本来5000ドルの控除額を1万ドルとして申請していたんです。また同年の追加収入410万ドルを申告しなかったといいます。新たに発覚した猫ババに加えて、金のために妻の存在を消していたことに SNS 上では以下の怒りの声が相次いでいます。今回新たに脱税容疑も分かったけど、虚偽申告に独身事項もあって、私としてはまた新たに奈落に突き落とされたような。本当に奥さんが気の毒で、掘れば掘るほど出てきてすごいな。つか、金のために妻の存在消すなよ。一平ちゃん、あんな美人な奥さんいるのに独身装ってたじら腹立つな。事件が発覚するまでは大谷選手のパートナーとして注目されていた水原被告。騒動の直前には大谷選手のインスタグラムに投稿された集合写真などで水原被告の妻の姿が公開されており、その様子にも大きな注目が寄せられていました。スポーツ紙記者によると、3月20日に行われた韓国でのパドレス戦では、マミコ夫人や大谷選手の母親と一緒に水原夫人が観戦する姿が目撃されていました。しかしその日の夜に事態は急変。ニューヨークタイムズによると、試合後水原被告はホテルの地下にある会議室で大谷選手に借金を肩代わりしてくれたと口裏を合わせてくれるよう頼んだというのです。そしてそこに水原夫人も同席していたそうです。水原被告は ESPN のインタビューで、妻は何も知らなかったと話していました。夫の違法ギャンブルや膨大な借金、そして大谷選手の口座から勝手にお金を送金していたことを突如知らされ、口裏合わせの相談にまで同席させられた水原夫人には相次いで心配の声が寄せられました。さらに今回書類上とはいえ結婚をなかったことにされていたことまで発覚。気の毒としか言いようがありませんとのこと。身近な人を深く傷つけた水原被告は今何を思っているのでしょうか。大きな話題を呼んだ一平事件は徐々に収束に向かっていますが、全容が明るみに出るにつれる中、新情報も判明してきました。新たな登場人物が明らかとなったのです。現地メディア ESPN のティシャ・トンプソン記者によると、水原容疑者が大谷の口座から盗んだ大金は意外な人物に送られていたといいます。
その人物とは、米国で人気のリアリティテレビ番組ザ・リアル・ハウスワイブスのスター出演者であるライアン・ボヤジアン氏です。ボヤジアン氏とは一体何者なのでしょうか。トンプソン記者は同氏の素顔として、テレビで見せる表の顔とは別に違法ブックメーカーの関係者マシュー・ボーヤ容疑者の同僚であることを報告。ただボーヤ容疑者と水原容疑者の間ではボヤジアン氏の名前は使われずにアソシエート1という仮称が用いられ、借金の返済の際にはアソシエート1に送金するようにとの指示がなされていたといいます。またボヤジアン氏はボーヤ容疑者の不動産プロジェクトのための口座運営を任されていた重役の一人であることも明かされました。ボーヤ容疑者と密接な関係にあるボヤジアン氏は一連のギャンブル騒動で未だいずれの容疑もかけられていないといいますが、トンプソン記者はボヤジアン氏の刑事弁護士は依頼人は当局の捜査に協力していると語った。情報筋によればボヤジアン氏は証言と引き換えに免責を得ているとも伝えました。本当に衝撃的な内容です。加えて一方で米メディアは正確な被害額はまだ確定していないと指摘しています。先ほども触れましたが、実際に新たに盗んだお金も出ています。連邦検事のマーティン・エストラーダ氏はこの被告の欺瞞と窃盗の程度は甚大であると断じ、彼は信頼を得ていた大谷氏を利用し危険なギャンブル欲を満たした、我々は地域で不正を働いた者に正義の鉄槌を下すことに全力を尽くすとの声明を発表しました。加えて同意書では大谷選手の口座から送金した被害額のすべてを水原容疑者が賠償する義務を負うことも明記されています。その点について米メディアザ・アスレチックはリリースされた文書によれば、水原は大谷の口座から1,697,510ドル以上を不正入手したと書かれていると指摘しています。総額に添えられた以上というフレーズを強調しつつ、大谷への損害賠償はどうなるかわからない、まだ正確な被害総額が確定していないからだと説明しているのです。現地3月19日に事件がスクープされた際、米ネットワーク ESPN は水原の借金は少なくとも450万ドルと報じていましたが、1ヶ月後の連邦検察による訴状では大谷の口座から送金した総額は1600万ドル以上と記され、額面は3倍以上に、今回は細かな端数まで明記されたものの100万ドル近くが上積みされた上に以上が取れていません。今後の捜査によってはまだ被害額が膨らむ可能性があるのです。水原容疑者の罪状認否は現地14日に行われることが決まりました。本人の口から何かしらのコメントが発させられるのかどうか注目が集まっています。また余談ですが、これらスキャンダルがハリウッドでテレビドラマ化される話が進行しているのだそうです。米 CBS スポーツなど複数の米メディアによると、テレビ番組映画制作のライオンズゲートテレビジョンが9日、同被告が違法賭博で多額の借金を背負い選手から約1700万ドルを盗む銀行詐欺などの容疑を認め、有罪が確定した事件を題材にしたドラマの制作を進めていると発表。ドラマ制作に関わっているスポーツ賭博本の著者でもあるアルバート・チェン氏は声明の中で、これはピート・ローズ以来となる MLB 史上最大のスポーツ賭博スキャンダルであり、その中心には最大のスターがいる、信頼と裏切り、富と名声の虚飾の物語の核心に迫りたいと意欲を見せているといいます。ライオンズゲートの発表を報じた地元メディアドジャースネーションは公式 X で、皆さんどう思いますかと投稿。ユーザーからは、裁判資料読んでないの、翔平は無関係、やめろ、彼は野球がしたいだけ以上、時期尚早、
誰が翔平役をやるの？など、様々な意見が寄せられています。いかがでしたでしょうか？今回は、水谷容疑者の新たな容疑や、これからについて様々とご紹介していきました。今後の動きや情報にも目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。